福建料理は中華人民共和国福建省を中心に食べられている郷土料理。中国料理の八大料理の一つに挙げられ、講義には台湾料理、海岸料理などを含む。福建料理という言葉は、競義には福建省内の地方料理群を指す。福建省西部では主に発火料理が食べられており、これも競義の福建料理に含めることが多いが、 分けて考えることもできる。講義には、上記の福建省の料理のほか、台湾の台湾料理、海南省の海南料理を含めた、類似する風味や特色を持つ料理群を指す。八大料理でいう福建料理は、講義で使われている。通常、八大料理の関東料理に含められている、関東省東部の長州料理や、西部の雷周半島の料理も福建料理と、 共通する特徴を持つものが多く、これらも基準によっては、抗議の復権料理に含めることもできる。中国の東南部に位置する復権省は、台湾海峡を挟んで、台湾と向かい合っており、海岸線も長く、入り組んだ半島、島も多く、漁業も盛んであるが、全体的には、平地が少なく、山がちな土地柄である。このため、海に面した地区では、海産物を多用するが、 山間地域では山で採れるタケノコ、キノコや野生動物、カワウ、カエルなどの炭水産の食材を使う特徴があり、地区ごとの差が大きい。福建省西部の発火料理を除いた抗義の福建料理では全体的に次のような特徴がある。これに対して福建省西部の発火料理は米、唐辛子は福建省中部の三名地区などでも多用される。 抗義の福建料理に含まれる台湾料理は蒸気の福建省の料理と共通する特徴を持ちながら鰹節や味噌などの和食の調味料やエシャロット、バジルなどの海外の食材を取り入れてより複雑な味を持つこと、海南料理はヤシの風味や魚醤を多用することなどの際がある。福建省東部の福生市には日本の大爆産満腹寺の不茶料理のもとになった。 大爆寺があるほか、復讐市郊外の鼓山には、優仙寺、南部の甘井市には、南府田寺、泉州市には、海辺寺という大きな寺院があり、これらの寺院で供される、復建風の精進料理も有名である。これらの寺院では椎茸を主な出汁の材料とし、タケノコ、キクラゲなどのキノコ、生麩、豆腐などを素材としてよく用いる。なお、復権省は、V は茶や鉄。 観音などのウーロン茶や、ラプサンスーチョンなどの紅茶を中心とした茶葉の産地であり、喫茶の文化も根付いているが、茶受けは、通常落岩、蜜木等、米糖などの菓子や、ドライフルーツ、ナッツの類に限ることが多く、関東省の陰茶のような天津を一緒に食べる文化は、広がっていない。福建省は、もともと古士族が住んでいた地域と言われ、新代以降に、 兵士や役人などの中原地方の漢族が移住し、混合文化を形成した場所と考えられている。当の助犬が表した諸学期は、漢の王さんの七尺を引用して、清涼夕張、御宿祖明、売り渋紅工事、参加手合藩、南加校、純、入口竜産、と記しており、当時西域や中原地方で用いられていた、調味料の紅工事が移民とともに、 復州に伝えられ、高層羊、高層魚など、現在も作られている料理につながっていると言われる。復州には、琉球館が設けられ、琉球王国の役人が駐在するなど、日本などの海外との交流の歴史も長く、沖縄県の沖縄料理や長崎県のっぽく料理、不茶料理にも大きな影響を与えている。また、南部の泉州も、海のシルクロードと呼ばれる東南アジア、 南アジア、西アジアとの交易を通じて発展した都市であり、ケチャップの語源といわれる魚醤や、生コなどの乾物など、食材の交易もここを通して行われることが多かった。逆に、東南アジアのマレーシア、インドネシア、シンガポールなどに移住した華境の故郷である、福建省には、これらの地域からサテソース、サンバルソースなどの新しい風味を持ち帰り、 福建料理に新しい味をもたらしてもいる。中でもさてソースは砂茶美塩として現地化し、広く用いられている。競技の福建料理である福建省内の料理は、北、南、西の各地区で食べられている復讐料理、貧南料理、瓶菜料理に大きく分類されることが多い。抗義の福建料理はさらに台湾料理、海南料理も含まれるが、これらについては、 それぞれの項目を参照のこと。復讐料理のアンコールイのベニコジ復讐料理の姉妹シマイシガニの半複製料理の海鮮麺復讐料理はビンホク料理とも呼ばれる。この場合のビウンホクは、復建省をビンナン、ビウンホク、ビンサイの3つに分けた場合の言い方である。復権省を東、ビンサイ、ビンナン、ビウンホク、中の五つに分けた場合、ショートの復讐は、 東と呼ばれる地域の中心であるが、これに、瓶北、中の部分を合わせた地域に相当する。東は海に近く、海産物も,も利用するが、瓶北、中では、干物などの利用に限られ、主に山の素材を利用するなどの際があり、中では付け合わせに唐辛子をよく利用するなどの風味の違いもあるため、さらに細分することも可能である。日本に出身者が多く来ている。 複製紙を含めて、復習紙周辺の料理の特徴として書きがある。砂県剣小さ県の平田肉県は、福建省中部の三名市に属す小都市であるが、平田肉と呼ばれる、小ぶりなワンタンや、小麦を中心にしたシャオチーで中国では、全国的に有名な場所となっている。米、小麦粉、タロイモなどのデンプンや豆腐などの主原料の違いや、包む材料の違い、 成形方法、加熱法の違い、味付けの違いなどで200種以上のシャオチーがあるとも言われる。砂県の中心部にはシャオチー街と呼ばれる横丁もあるが、有名店は県庁の中に散在している。これらの店では出す料理が専門化しているので、多様で微味なシャオチーを賞味するには、ホテルのシャオチー園などと称するコース料理を選ぶ方が手っ取り早い。他に、 豆腐と呼ばれる炙り焼き豆腐や、厚生料理の、瓦かまゆと似た、とんというつぼむし、スープ、塩漬けにして干したアヒルなどがある。砂県では、生の辛く赤い唐辛子を刻んで入れることも好まれる。勝負者をちい福建省北部の南平市に属する、勝負市にも、名物シャオチーがある。アモイの食堂の土たけのこ、とアモイのレストランの炒め米粉福建省南部の、 モイ市泉州市、長州市を中心とした沿岸地域の料理。海産物の旨味を生かしたあっさりしたスープに唐辛子やニンニクの風味を加えて変化を持たしている。台湾料理と共通点が多い。東南アジアのマレーシア、インドネシア、シンガポールなどに移住した華境の故郷である福建省南部にはこれらの地域からさてソース。 サンバルソースなどの新しい味ももたらされ、砂茶美潮として根付き、アモイの、サテ麺などの名物料理ができている。関東省の長州と同じく米の粥をよく食べ、創業の魚粥などの専門店も多い。アモイには、ナオフラジがあり、また、台湾からの来訪者も多いため、福建省南部の都市には精進料理専門店も、少なくない。永定県のな響かえ肉上を食い魚白瓶祭。 料理は、福建省西部の龍岸周辺の地域で食べられている、発火料理の一種。敏南地方の昌州市に属す花安県や南、安市県でも秉菜料理の系統が食べられている。関東省東部、江西省南部、台湾など、他の地域の発火料理と同じく、米を加工した各種の主食があり、山の幸を取り入れ、乾物を多用する素朴な料理である。しかし、 復讐料理や敏南料理の影響を受けた料理があり、ネイカ県と清流県には創業の刺身があるなど、他の地域の発火料理と異なる地域性もある。味付けは一般に塩味が強く、味は濃いめで唐辛子で辛味もつける。講義の福建料理は、広東省東部と西南部、海南省と台湾にも広がる広範囲で食べられているが、これらの地域以外に関しては、 さほど普及しておらず、北京、上海などの大都市には、専門店が多少ある程度にとどまる。ただし、福建省中部の砂県のシャオチーを出す、小規模店だけは、県政府のバックアップもあって、フランチャイズで中国各地に広く分布しており、東京にも店舗がある。海外では、東南アジアの華境、家人の間でも広く福建料理が浸透している。日本においては、 長崎市や熊本市において、福建省からの華僑が中華料理店を開き、ちゃんぽん、皿うどん、太平つばめといった大衆的な料理を生み出した経緯がある。ふちゃ料理、しっぽく料理といった手の込んだもてなし料理も日本に伝えられ、アレンジされながらも伝えられている。また、復讐を通じて、つながりが深かった琉球王朝は、福建風の料理、菓子、 デザートなども取り入れ、今日の沖縄料理のバラエティの一つとなっている。炎広修行、サイ編、復建風味 p 三万千九百九十五年、賃を出版社、賃貸を、炎広修行、サイ編、復建風味 p 三万千九百九十五年、賃を出版社、賃を朝日新聞社、週刊朝日百科世界の食べ物、第十四巻百三十五号歌詞の文化 p 百三十七 1983年、素径富、昌州風味細イ P226 万2000年、福建人民出版社。ありがとうございます。